ね、ぐっしょり寝てます。ポンちゃん。ポンちゃん。ポンちゃん、ポンちゃん。チェックしに来たね、ポンちゃん。ポンちゃんの家猫5周年のプレゼント。ということでいただきました。入れ忘れてましたということだったんですけれども、ありがとうございます。ほら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 。ポンちゃんチェック。いきなりポンちゃんチェック。ポンちゃんのだよ。ん？乗るの？まず。まず。乗るよね。これね。乗るよね。はい。これはいつも使ってるやつですね。これの、そろそろボロボロになってきているので。そうなんです。ボロボロになってるんです。新しいのいただきました。紐のとこがもうボロボロなのね、はい、こういうことね、はいはい、どうもありがとうございます。そしてこのカシャカシャ紐じゃらし、140cm、 紐は確実に食いつきます、この人たちはね、うん、これ後でちょっと一個ずつ試してみようかね。そうだね、はい。そして、ね、なんとはこれ、これうちの大好きなやつ。これは東京にいた頃に、めちゃめちゃよく食いついた、私わかんないよポンちゃん。じゃちょっとどかしていい。これですね。そう、もう何度買い直したことが、うん。そうなんですよ。そしてこのね、この羽のやつ、そうそう、これがすごく気に入るんだけど必ずちぎっちゃうので、そうそう、新しくこの先だけストックでね買ったりしてたのが、今は住宅事情というか、まあ環境が変わって近くで売ってないと、そうなんです、いうことなので、はい、久しぶりにこれ活躍しそう。そう、ちゃん大好きなやつだよ。そしてこれも伝説の伝説のなんだっけ、エビ天だ、うん、これはスキトンシッティングですね、うん、子猫たちを、預かっている時に確実にどの子もこのエビ天に食いつきました、うん、ジャン君ポンちゃんも好きなんですけれども、あれ面白いね、懐かしいね、あの頃がね、特に白猫のカオリンが、うん、これすごいお気に入りで、そうだね、そう、他の子もね、うん、シオン君とかラブ君とかやったら一撃で壊れたりとかしてたね、うんうんうん、なんかエビ天に食いつくってって思ってるんですがありがとうございます。ありがとうございます。はい、ポンちゃんは箱入りになりました、うん、今入っていた箱なんですけれども撮影のためどかされちゃったので箱に行ってしまいました。ね、ポンちゃん5周年おめでとう。誰もいないわまずそれではこれ開けちゃうよ。それこれじゃなくて、まずこれでやっぱりなんだっけ、芋虫じゃなくてエビ天エビ天、エビ天、さっきのデザイン君がね乗ってました。エビ天だよ。ピョンくん。ピョンちゃんはね、ぐっしょり寝てます。ピョンくんの方が先に遊んでいました。噛んでます、噛んでます。やっぱりエビ天の効果。絶大です。かじってます、かじってます、あ、かんで、ちぎるちぎる、ちぎるちぎる、ポンちゃんにも遊ばせてね。そうだよ、ジャン君、ポンちゃんのだよ、一緒に遊ぼうね、うん、すごいね、食いつきすごいね、エビ天すごい、エビ天すごいね、あ、おめでとう、
年の大人気猫じゃらし登場。はい、どうぞ。はい、5周年を迎えたポンちゃんが寝ぼけながら登場しました。走れるところをちょっと作ります。よし、あ、そこ開いてない。あ、ポンちゃん、ポンちゃん素早い素早い。あ、エビ天の方に気が入っていますポンちゃん、ポンちゃん、ポンちゃん、これはエビ天気になるの？エビ天かい？家猫5周年おめでとうございます。おめでとう。うちの子記念日だよね。お、エビ天に食いついています。さすがエビ天さん。エビ天に食いついています。話せません、話しません。もう順番に集中してやらないとダメかな。うん、今エビ天に、エビ天に夢中です。ポンちゃん、ポンちゃん、ポンちゃん動かせない。ビヨンビヨン、ワンちゃん、ポンちゃん、ポンちゃんの爪に引っかかって動けません。そしてカミカミペロペロしています。ポンちゃんこっちで、ポンちゃんこっちで、こっちだよこっちだよ、こっちこっちこっち、ポンちゃん。ビヨンビヨンです。ビヨンビヨンビヨン。このエビ天はやっぱりすごいね。すごいね、ポンちゃん。そんなにいいの、エビ天さん。じゃあ今度エビ天のない時にこっちやろうね。そうだね、大好きだったからね。それポンちゃんの5周年だけれども、この紐系のやつはジャン君確実に乗ってきてくれるはずです。ポンちゃんのおもちゃなんですけどってポンちゃんなんでピンクなんですけどって、ポンちゃん、ポンちゃん全然動かしてあげられませんよ。すっかりガッチリホールドされてしまいました。そしてペロペロしています。ポンちゃん、エビ天美味しいの？めっちゃ舐めてる。さあ、ジャン君はさ、なんかエビ天で遊んだ後、なんかちょっとシャカシャカ音がするね。そう、シャカシャカは普通にゃんこの好きな音なので。あ、おもちゃが、ポンちゃんはまだ寝ぼけてるし、ジャン君はポンちゃんが遊んでるとき本当はあんまり遊ばないんだよね。
よいしょ。はい、5周年を迎えてもごちそうはお出しできないんですよ。そうなんです、ごめんね、うんちゃん、いろんな事情があってねできませんが、いつものカリカリで申し訳ないですね。ジャン君が今年の12月で10年ですので、ポンちゃんこれからまだまだ長いことここで生活して ね、そしてどんどんいい子になってください。いつになったら、飛んだ1になったらチュール試していいのかな。試してやポン、試すのはいつかな、いつかな、ポンちゃん、あいあいで、あらそっちのあれは羽のやつ、まとめのお話ししちゃったな。はい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 、飛んだ飛んだ。え？嘘。箱大好き。ふいふい。はい。はい。終了。これから毎日遊んでくださいね。はい、ポンちゃん、はい、はい、ポンちゃん、ポンちゃん。